ドムルドンでーす。今回はソリスを使って表技をやっていきたいと思います。あれ、お前裏技じゃないの？いや、お前のチャンネルで裏技使わなくなったらお前ただの味のねえ動画じゃねえかよ。いや待って、裏技を俺とてもやりたいんですけど、ちょっとやれない事情があるので、それはまたね、ちょっと次のラウンドとかにお話ししようかな。とりあえずね、このキャラの強み、どういうキャラなのか紹介していきたいと思います。まあこれね、どういうキャラかっていうと、相手の電子機器を壁越しにこれね投資することができるんですよ。おい、電子機器そんな投資したからって何ができるんだ、本当は強いって言いたくないんじゃないのみたいな。義務で最強チートぶっ壊れって言わなきゃいけないんじゃないの。ゲーム実況者って辛いね、本音言えないね、思ってるだろう。違う、これよく考えて、電子機器だろ、相手のスマホも見れちゃうんだよ。ドローンいじるじゃん、ドローンいじると、あ、ほらスマホ見えるでしょこれ、ほら、もなんつったらいいの、このゲーム何かと索敵するときスマホ開くじゃん、キャラクターが。だからスマホの位置イコール人間なんだよ。おい、なんでキャッスル閉めてんのよ。あ、でもナイスです。だからスマホの位置は敵の位置、つまり常にウォールハックすることができる。ほら、俺多分人だよ。俺絶対人だからな、マジで人だからな、 100% スマホは人。ほら、スマホ人判定でしょ。でもね、ここまでだったらね、いや、それぐらいのことだったら他のキャラクターでもカメラのキャラでできるかと。オタクになってるだろう。いや、これのね、何がすごいかって、このゲームってカメラでスキャンしたら相手に敵にスキャンされたって通知が行くんだけど、本来はな行くんだけど、このソリスのガジェットでスキャンすると相手に通知が行かないんだよ。スキャンされたって相手に位置バレましたよって通知が行かないんだよ。やばくない？だから強いんだよ。だから相手が風呂にこもってようが、トイレにこもってようが、押し入れに隠れてようが、スマホでいじってたら殺せるんですよ。バレますよ位置。これもういなくない？これも敵ドローンあんのかな、まだ。あ、電話かけてる、ここで。はい、ほら、わかるんだよ。あ、みんなもね、私生活でトイレ行くときに、いや、トイレ行くとき暇だからスマホ持ってこうなんて行儀悪いことしたら、ソリスいたらバレますよ。うわ、あいつトイレの中に、トイレの中で対面しながらスマホいじるタイプのやつだ、きったねってなりますよ。ちゃんとね、行儀よくしましょう。私生活でそんなことしてる人、バレますよ、ソリスいたら。これから、今シーズンからバレます。コメント欄ね、絶対いると思うんで、そういうやつ気をつけてください。トイレは真剣にしましょう。これマジバレますからね、スマホ持ってたら。ん、なんか今影見えた。グラフィック設定中にすると見えるんだね、敵の影が。はい、グラフィック設定が神。でもね、このキャラのせいで攻撃が気軽に、なんつうの、アビリティ使えなくなったね。そういえばね、もうそろそろね、次のラウンドになったんで、なんで表技をやってるのか、なぜ裏技をやらないんだメルトンってことで、なんてね、表技を今紹介してるかっていうと、実はね、レインボーシックスにあるものが実装されたんだよ。そのあるものって何かっていうと、マナーの評価システムですね。この人はマナーがいい人なのか悪い人なのか、どっちなんだいっていうね、評価するシステムが追加されちゃったんですけど、その評価なんとメルトンさん、あなたの首厄介。直球で言いました、厄介言われましたね。で、いや俺厄介なことしてないし、俺チームキルもそんなしてないし、迷惑行為してない、裏技しかしてないけど思ったんですよ。で、ゲームの詳細の説明見たら、なんかね、なんだっけな、ゲーム内での他者に対するネガティブな行動が比較的多いことを意味しますっていう風に言われてた。え、俺そんな比較的多いこと、ゲーム内での行動、裏技なっちゃったんですよね。だから俺の裏技が他者に対するネガティブな行動、かっこ裏技なんですよ。他者に対するネガティブな行動、つまり裏技ってなってしまったんですよね。だから俺このままやってたら多分バンされます。裏技が封印されました、公式の手によって。二度と裏技のできない体にさせられました。はい、びっくりですね。俺はなんつうの、みんなのためを持って裏技やってたのに、
チームのためを思って、俺みんなのためを思って裏添えてたのに、これネガティブな行動でした。皆さんね、今までの動画の真似をしてたらネガティブな行動判定になってバンされるので、あ、来た、ほらライオン、ほらライオンの位置わかんない、やばくない、もういきなり本編に戻るけど、ほらアリバイ気づいて殺したでしょ、やばくない、これねバレちゃうんだよね。だからソリスって単純に相手のアビリティとかこうやって見て、相手がいつアビリティ使うかなみたいな、っていうかまあ俺結構上手いんだけど使い方、まあ、自分で言うのも気持ち悪いんだけど、相手がこのタイミングでアビリティ使いたいだろうなって時にこれ起動するんだよ。あとねこれつけたり消したりするとね充電がね永久に続くから、これね、あ、裏技だこれこれ裏技なんですけど、これねソリスのガジェット使う時つけたり消したりするの、これ一瞬つけて消すの、この使い方がマジでいい、つけたり消したりするで、ね、この動きがマジで強い、ぜひやってほしい。いるな、倒していく、あ、このまま一直線いったら死にそうだからちょっと遠回りすっか、ちょピアノから俺ピークして殺すでしょ、もうあなたの区分厄介です、だから俺今厄介ゲーマーです、どうも厄介ゲーマーでーすって感じ、もう俺もう名前変えたいもん、マジ厄介ゲーマーだからみんな模範とか言って、近づいてる、オッケー、みんななんか他の配信者とかゲーム実況してか、いや、やはり私は模範の人でした、私の行動見習いましょうとかって言ってる中、俺厄介だからねふざけるな、営業妨害にも程があるんだろ、おい、ネガティブな行動で殺してやるや、お、来いよバカどもが、お、厄介ゲーマーだからもう失うもんねえんだよ、おい、どうした、厄介か、僕の存在が君たちのレートを下げることになるから、僕の存在厄介か、いや強者きちい、や強者やっぱ厄介になっちまうか、いやでもねソリスマジ強いんだよね、あとねここでインパクト持ちつきするときもめちゃめちゃ強い、ちなみにね割り食も見れるんだよねこれ、あとねちなみに俺なんか区分厄介ってなったじゃん、マナー厄介、厄介判定されたんですけど、これねなんと下から2番目なんですよね、だからまだ一番下があるぜひ一番下になった人はコメント欄で教えてくれ、何したんだあの何したんだ一番下のやつ、マジで一番下の判定した食らった人コメントしてほしい、ちなみに普段何してるかを教えてくれ、あの裏技ずっとやり続けたら厄介ゲーマー超えるんかな、あ、見つけたわ、洞窟とつってる、そうこれね洞窟いるってね知らせられるんだよ、これ強くない、だから餅つきしながら洞窟索敵できるの、これめっちゃ強いでしょソリスね、あの単純に表技が強い、あ、ほらランチャー持ってる、火花のランチャーも実は判定あるから、ほら窓から撃ってるってのわかんない、火花洞窟と窓にいる2人は特定した、あ、これフルパでやってたら今5対3になっちゃったから、あと1人だけ特定すればいいんだよ、あ、もう2人でしょってなったらもう俺が見た洞窟とこのキッチンの窓のやつだよ、フルパでやってたら絶対位置特定できる、だから洞窟とこいつだから、はい位置分かってる、ほらほら味方も洞窟とつりに出しよう、簡単に分かるんだよ、すごくない、ソリスね単純に強いガジェットが、いやでもね俺思うんだよね、厄介ゲーマーになったせいってね、うわメルトンじゃんこんにちは、メルトンさん今日は何の裏技ですか、とりあえず報告しますねみたいな感じで、なんかそういうねこう乗りと勢いで、あのなんつーのこう親しみを込めてこう報告されてるせいで、多分ねこのマナーが厄介になってしまったのかなと思うんだよね、あのあメルトンさんさ、いつも迷惑行為してる人だから一応報告したかみたいな、ちょっとコミカルに報告されてるから俺、そうコミカルに報告されてんの、だから本当に迷惑行為して厄介になったというよりかは、あ、なんかみんなにコミカルにこうなんつーのコメディ感あふれるレポートされたんですよねだからこれからちょっとね、あのマジで気をつけようと思う、もうメルトンって名乗らずに、おい俺メルトン戦だぞみたいな感じでやらずに、ちょっとねひたむきに、あ、どうもこんにちはみたいな感じでちょっとやろうかなと思ってる、え、なにこれ味方のスマホもスキャンできるの、これいらんくない、あ、ドッキビいるからか、だからね、あ、というかねこんなこと言ってね、え、じゃあもうメルトン厄介ゲーマー判定ってことはもう無敵の人やんってなってるかもしれないんですけど、この厄介ゲーマーの配信を毎日昼12時に見ることができます、あ、というかそうだな、今決めるか、シージのね、あのこの新キャラのちょっと配信俺したいなと思ってるんだけど、明日は無理だから
あさっての18時やるわ。あさってって 何日だ。ちょっとニートすぎて把握できない。あの12月10日じゃね、12月10日の18時にやるわ。ちょっとみんな来て、新キャラマジで使うから本気で、そしてランクも本気で上げます。え、いけるだろ。はい、殺してく。だいたいあエレクトロセンサー起動。クレーマー2つ置いてあるけど、これ大丈夫そう。じゃあこれクレーマーのスキャンすれば飛び込まない。はい、ということで皆さん、新キャラ無難に強いので、割と強いのでぜひ使ってみてください。ということでメルトンでした。バイバイ。